こんばんは、けんぞうです。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。本日はですね、昨日に引き続きまして、犬系コインでもあります飼料というですね、草コインになります。こちらもですね、昨日の玉同時に引き続きまして、大手取引所にですね、上場を果たしております。チャートを後で見ていくんですが、今が仕込み時なんではないかというところになっておりますので、徹底解説をですね、していきたいと思います。少額から爆益を狙って今から仕込んでいきたいと思っているあなたはですね、こちらの動画を最後まで必ず見るようにして、この情報をですね、必ず受け取っていただければと思います。昨日ですね、以前からお伝えしておりました、自動で仮想通貨の保有枚数を増やしていくことができる無敵がですね、ついにリリースいたしました。なぜ今無敵なのかというところになってくるんですが、現在の仮想通貨市場はかなりですね、悪いということが言えるかと思います。しかしながら見方を変えていきますと、今現在がですね、安く購入できて、なおかつ暗号資産の枚数をですね、比較的楽に増やしていくことができるチャンスでもあるというところがですね、言えます。なぜなら2024年にはですね、半減期が来ると多くのメディアや場所で言われておりまして、その際に1ビットコインあたり1000万円に達すると言われております。現在の価格を250万円と仮定して計算していきますと、約4倍のですね、期待値があるかと思います。ただですね、保有しているだけであれば4倍の利益だけになってくるのですが、無敵を運用していれば自動でですね、あなたの資産が 5.5 倍になるという想定をですね、することができます。こちらの無敵なんですが、運用口座がですね、取引量第3位のビットゲットで行うことができまして、あなた自身の口座内で運用していくことができますので、安心安全にですね、資産運用を行うことができます。今現在ですね、500台限定の先行予約が売り切れてしまって、現在であればですね、1500ドルで生涯ですね、ご利用いただくことができるようになっております。さらに詳しく解説した動画を概要欄に記載しておきますので、現在ですね、仮想通貨の現物をただ保有している人であれば必ずご確認いただければと思います。合わせてですね、概要欄には公式購入リンク、購入方法完全ガイドをですね、記載しておきますので、必ずご確認をお願いいたします。このような情報はですね、 LINE、Telegram にて優先的にですね、配信しておりますので、概要欄からですね、今のうちにご追加をお願いいたします。加えてオーストラリアにいる僕からの海外の伸びる前の情報を受け取りまして、今後の仮想通貨投資のポートフォリオに役立てていきたいあなたはですね、今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。ドドンと高評価ボタンとベルマーク通知もオンにしていただけると、よりタイムリーに情報を獲得できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。早速ですね、本編に入っていきたいと思います。こちらの資料のツイッターを見ていくんですが、すでにですね、フォロワーは 4.2 万人以上いることになっておりまして、しっかりとですね、ツイートもされておりますので、着実にですね、進行しているプロジェクトであるということがですね、言えるかと思います。早速なんですが、世界第10位のですね、取引所でもあります MEXC にですね、上場しておりますので、チャートをですね、一旦見ていきたいと思います。現在の価格としましては0.0 が11個飛んで608円というところになっております。言わずもがなですね、草コインになってきます。しかしですね、しっかりと画面を見ていただければわかると思うんですが、 MEXC にですね、上場をですね、果たしております。上場後もですね、すぐに3倍ほどつけまして、現在はですね、下落相場っていう影響もありまして、下落してしまってはいるんですが、チャートを見ますとですね、この辺りがですね、仕込み時なんではないかなというところになっております。仮にですね、今から仕込んでいきまして、1円になった場合はですね、約100億倍という計算になりますので、少額から送り人なんてこともですね、1円に達したら可能になっております。1円に達しなくてもですね、昨日の動画の玉同時で少しお話ししたイーロン・マスクがですね、ツイッターを買収したら決済手段としてですね、同時コインが使用される可能性というものがありますので
ので犬系コインとしてですね引っ張られて上昇していく可能性っていうのもですね大いにあり得てくるかと思います。しかしですね草コインになっておりますので余剰資金で必ず獲得するようにしていただければと思います。こちらがホームページになっているんですがこの資料はですねイーサリアムチェーン上でのオンライントレーディングカードゲームになってきます。デザインはですねご覧いただければわかると思うんですが狼をですねモチーフにしておりまして僕を含めましてですね男性陣が好きそうなデザインかなと思っております。実際のですねプレイトゥーワンの画面はこんな感じになっておりましてパッと見になってくるんですがカジノっぽいですね印象もあるかなと思うんですがデュエルマスターズであったり遊戯王っぽさもあってなんだかですね懐かしさをめちゃくちゃ感じる作りになっているかと思います。さらにですねこちらには漫画というものがありましてこんな感じでですね資料の漫画があるんですがやっぱりですねニューヨークとオーストラリアに住んでみて感じるんですが日本の漫画というものはですねかなり人気があるなという印象があります。ですのでこのですね漫画というプロジェクト展開もかなり海外の方にはですね受けがいいんではないかなと思っております。先ほどですね映像を見ていただいたカードゲームはですね資料のメタバース内で行うんですが資料のメタバースはですね資料バースというふうに呼ばれておりまして地図上でですね行きたいところを選択しましてカードゲームをして報酬を得ていく流れになってくるんですがおそらくですねスーパーマリオのあの感じでステージごとを選ぶことができましてその中でも1の1であったり1の5であったりのようにですね選択していく感じになるかと思います。これによってですねどんどんゲームを進めていくごとに次何を行うべきなのかというところがしっかりと分かりやすいゲーム性になっているかと思いますのでこれによってですねゲーム自体を進めていきやすくなっているかと思います。実際のですねプレイトゥーワンの画面はこの画面から行っていくんですがまずですねあなたのウォレットとこのサイトをですねこちらからコネクトしていただきます。そうしましたらですねマーケットプレイスに移動していくんですが現在ですねこんな感じでマーケットプレイスでパックっていうんですかねカードのパックが販売されております。例えばこれを見ていくんですが現在はですね 0.065 イーサリアムという価格でですねパックが販売されております。はい、他にもですね1イーサでこちらのカードは販売していたり様々なですねカードがありますので興味ある方はですねこちらから実際に購入してゲームのリリースまでにですね体制を整えてスタートダッシュができるようにしていただければと思います。はい、ロードマップを見ていこうと思うんですが現在はですね2022年第3クォーターというところでこの辺りにいるかと思います。これからですね取引所への上場が再度行われてきたり資料のですねアニメなんかもリリースされてくるようになっておりましてしっかりとですねこのロードマップ通りに他の取引所にも上場してくるとなればですねそれだけ注目度も上がっていくかと思いますのでそうなってくると必然的にですね本当に今が仕込み時ともいうふうにですね捉えることができるかと思います。2024年第4四半期ではですねさらにですね取引所への上場拡大が計画されておりましてここでですねプレイトゥーワンができるゲームがですねリリースされてくるという流れになっております。おそらくですねこちらのゲームのリリースのタイミングで資料のトークン自体もですね上昇する可能性が高いんではないかなと思っております。繰り返しにはなってしまうんですが MEXC にはですねしっかりと上場してはいるんですが草コインになってきますので投資される際はですね必ず余剰資金でお願いいたします。はい、今回はですね昨日に引き続きまして犬系コイン資料というトークンをですねご紹介していきました。こちらもですねしっかりと大手取引所でもあります MEXC に上場しておりまして今後もですねロードマップ通りにしっかりとプロジェクトが進んでいけばかなり期待できる草コインではあるかと思いますので参加を検討されている方はですね必ず余剰資金で参加するようにしていただければと思います。またですねこういった有益情報を配信していきますので今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。加えてですね冒頭にもお話ししました無敵になってくるんですが現在5000台限定でですね販売をしておりますので概要欄からですね詳細などを確認して何かご質問がありましたらですね同様に概要欄こちらに僕の LINE がありますのでご連絡をいただければと思います。本日の動画はですね以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。